はい、どうもルクスです。今回はパックン新年とドカンキャニオン本当に来んのかなっていう話をしていこうと思います。で、今回その台本とかそんな考えてなくて、ちょっと思ったことを話していくだけです。で、なんか前置きみたいであれなんですけど、私のこのこ岬来ないんじゃねって100回ぐらい動画上げたと思うんだけど、結局来ました。まあ、だからそういう背景もあって、まあ、あまり私のね言葉信憑性ないかもしれませんけど、まあぜひ1回ぐらい聞いてほしいなと思います。では話していきます。で、どういうことかっていうと、まあ今ねパックン新年とドカンキャニオンって第6弾に絶対来るみたいな風潮ありますよね。まあ私もねドカンキャニオン以前まで来ないんじゃないかなと思ってたんだけど、まあ、なんだかんだねツアーで出した新コースだし、マリオカートイントロダクスコース追加バスのために作られたものなのかなと思って、最近ねガチ予想に入れたりはしてます。ただこれ本当に来んのかっていうね話ですよ。で、まあいわゆるドカンキャニオンだけボツってなると、本当にドカンキャニオンだけ仲間外れみたいになっちゃってあれなんで、そういう意味ではパックン神殿もねかなり危ういなと思ってます。いわゆるね非都市コースの周回性コースじゃないですか。まあそのセクション性コース、今までにはないコースなんですよ。まあいわゆる安全圏と言われてるパックン神殿ね、皆さんそのね DLC 第6弾のトゲゾーカップとかに入れてる人多いんですけど、まあ、パックン神殿も本当に大丈夫かなと思い始めて、まあ、これなんでかっていうとね、まあ、今回この2つのコース、パックン神殿とドカンキャニオン、どちらともね発表の仕方が、まあ、いわゆる結構ね普通だったんですよ。まあ、どういうことかっていうと、今までのその新コースアイスビルディングとか、あとヨシアランド、さらにバスルームコース、まあ、あの3つは本当にね、まあ、そのコース追加バスを盛り上げるためにバーンと発表されたじゃないですか。でもまあパックン神殿とドカンキャニオンは、まあ、そのぬるーっと発表するみたいな感じで、まあ、良くも悪くもツアーやってる人にしか分かんないような発表の仕方、そういう意味でね、まあ、いまいちインパクトは薄かったと思います。まあ、特にドカンキャニオンなんか忍耐で発表するのでも全然良かったと思います。ね、皆さんもツアーやった後だからちょっとねコース設計とかでここ大丈夫かなとか思ってる人、まあ私もね特に思ってるんですけど、ただね忍耐で発表されてばその勢いとかで、わあこのコースなんか DS の頃の土管コースに似てるみたいな感じで盛り上がったと思うんですよね。ただまあ実際は割と普通に発表して、特にね土管キャニオンなんかその発表された日の夜にね DLC 第5弾が発表されるという、もうね本当にね任天堂自身が潰しにかかってるみたいな状態で、まあ、全然注目浴びなくて、さらには批判も浴びるというね、まあ、一番良くない発表の仕方をしちゃって、そんなコースが本当に第6弾に来んのかなとは思ってます。で、今ねドカンキャニオンのことばっか話しちゃったんですけど、一方でパックン神殿もね、まあ、さっき言った通り都市コースじゃないのに周回性コース、まあ、それ自体はねこのコースのポテンシャルだとも思ってるんですよ。まあ、個性というか、まあ、だから私自身本当にね8ジャックスに来てほしいと思ってるんですけど、まあどうなんだろうとは思ってて、パックン神殿なんかねちょっとふと思ったのが、これ8デラックスに出さずに、ね、次回作に行くとかねちょっと思ったりしてて、このコースなんか広いじゃないですか。まあ、マップとか全体マップ見てもらうと結構ね海のねゾーンが広くて、なんかこれ次回作から引っこ抜いたコースなのかなとか思っちゃったりして、まあ、絶対ないと思うんだけど、なんか8デラックスじゃなくてもいいかなと思ってます。で、よくねこういうこと言うとツッコミとして、メリーメリーマウンテンも結局DLC 第3弾で発表されたじゃないかみたいな話あんだけど、まあ、あのコースはコース追加バスが発表される確か2年前ぐらいの新コースですよね。まあ、ツアー限定の、まあ、だからこそそのツアー先行になってしまったのは、まあもう仕方ないというか、まあ、これ某リークに触れちゃうかもしれないんだけど、まあそのちょっと開発が遅れてしまって、まあ、仕方なく任人道場となんだっけ、メリーメリーマウンテンはツアー先行になってしまった。まあ、全然理由として間違ってないかなと思ってます。まあ、ただパックン神殿とドカンキャニオンは、まあ、いずれもコース追加バス発表されてからのねツアーの新コースじゃないですか。そうなるといろいろね辻褄が合わなくなってしまって、なんでね8デラックス先行じゃなくてツアー先行にしたのかが非常にね気になります。まあいわゆるね任人道場もメリーメリーマウンテンも発表の段階ではツアーコースだったけど、ゲーム内ではまあ新コース扱いされてるじゃないですか。じゃあパックン神殿とドカンキャニオンはってなると、まああのコースもおそらく新コース扱いになるじゃないですか。
だとするとやっぱりなんでツアー先行で出したのかはちょっとね自分自身納得できなくて、まあこれでもね一応ね納得できる理由作ったんですけど、それはやっぱりツアーが、まあ、9月に新コンテンツ終了を発表したこと、まあだからこそパックン神殿もドカンキャニオンもツアー先行になってしまった。まあそれが一番ねしっくりくるかなと思います。ただだとするとね DLC 第6弾ってね盛り上がるのかなって思って、いやね私自身そのねマリオカート Wii 信者で、まあデイジーサーキット発表の時も泣いてしまうほど嬉しくて、まあおそらく Wii レインボーロード発表されたらそれはそれでもう多分ね声出なくなるぐらい泣くと思うんだけど、まあそれはあくまでマリオカート Wii 信者というか、まあ信者って言うとあれなんだけど、まあそういう大好きな人からのリアクションじゃないですか。それ以外のファンからしたら今回の DLC 第6弾喜べんのかなと思って、特にまあまず 3DS ファン、もうね 3DS レインボーロード1年経ちますけどもうないのかなとか、ウーフーアイランドはみたいな、あとマリオカート DS 世代の人もキラーシップはモンテタウンはみたいな、そうなってしまってなんかねすごい温度差を感じてしまうんですよ。うん、まあ当然ね8コースだからその全世代の人を満足させることは不可能です、それは分かってます。ただそれでもやっぱりツアー枠、まあ都市コース2つプラスこのパックン神殿とドカンキャニオン含めると4つになるじゃないですか。でまああとデイジーサーキットと、まあおそらくウィーレインボールド来て、どうですかバランス、8コース中4コースがまあツアー枠で、2コースがウィーコースで、あと2つがまあおそらく GC コースとクッパ城3みたいな話ありますよね。これ大丈夫なのかなと思って、だったらやっぱりこのパックン神殿とドカンキャニオンどっちもね、まあ、次回作に持っていくみたいな考えの方がね自分的にはまだいいかなと思ってて、うん、いや一つね誤解してほしくないのは、別にパックン神殿もドカンキャニオンも嫌いだから省いてるわけじゃないですけど、これ予想としてその方がなんかしっくりくる感じするんですもん。うん、まあ、ここでパックン神殿だけとかドカンキャニオンだけ省くと本当それはそれでね不遇コースになってしまうから、まあ、やるとしたら2コースとも来ないみたいな、まあそうするとねスペース2枠空くわけじゃないですか。まあそこにさっき言ったねウーフーアランドだったり、まああとキラーシップ、まあその辺ね入れることも可能だし、まあいろいろねまた第6弾が予想外の展開になっていくかなと思ってます。はい、以上が今回の私の動画になりました。まあややね話の規模が すげえ方向に逸れてしまったんだけど、まあ改めてこのねパックン神殿とドカンキャニオンってまあ英名がねパックンで同じだったりしていろいろね不思議なコースなんですよ。なんか素直にこの2つのコース来るって言える状況ではないかなと思ってて、まあただやっぱり今までの法則で言うとねツアーのコース全部来てますしね、まあ、そういう意味では来るとは思うんだけど、まあちょっと訳が違うというねことがあるからね、その辺皆さんねぜひ感想をお願いします。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。ではさようなら。CBC Skyway. One. Going now or later? Now. Or later? A little. Later. Sugu. Yeah. Sorry. Now. Yeah. One.